エキスポラインはカナダバンクーバーにあるトランスリンクが運営するバンクーバースカイトレインの路線である。ウォーターフロント駅からキングジョージ駅を結ぶ本線と途中のコロンビア駅からプロダクションウェイユニバーシティ駅を結ぶローヒード支線がある。バンクーバーの中心にあるウォーターフロント駅からキングジョージ駅までを結ぶスカイトレインとして年開催の バンクーバー国際交通博覧会に合わせて1985年に開業した。2002年にミレニアムラインが完成するまでは、路線名は付かずにスカイトレインと名乗っていた。バンクーバーの中心街から大規模ショッピングセンターの、あるメトロタウン、高層住宅が立ち並ぶバーナビーと、歴史的な都市のニューウエストミンスターを通り、バンクーバー最大の衛星都市であるサレーを結ぶ。 路線である。ウォーターフロント駅からスタジアムチャイナタウン駅までのバンクーバー中心部では地下を走るが、その他の大部分は高架を走ることがスカイトレインの命名理由となっている。ミレニアムラインのエバーグリーン延伸区間が開通する。以前は始発のウォーターフロント駅から途中のコロンビア駅までミレニアムラインが乗り入れていたが、開通後はミレニアムラインの乗り入れが廃止され、 エキスポラインは、ウォーターフロント駅からキングジョージ駅とコロンビア駅から、プロダクションウェイユニバーシティ駅までの日線に分かれた運行となった。また、終点のキングジョージ駅から、ラングリー市方面への延伸が検討されている。ありがとうございます。